画家キム・ホンドについてお話しします。キム・ホンドは18世紀から19世紀にかけて活躍した朝鮮の有名な画家です。封建国家の中央官庁だった図画所の絵描きを務めました。子供の時から絵に並外れた才能を見せたといいます。キム・イルソン総合大学歴史学部の教員カン・ミョンソクさんの話です。キム・ホンドは才能있는사실주의화가의한사람으로역사에남아있습니다。キム・ホンドはリアリズム画家の一人として歴史に名をとどめています。キム・ホンドの絵は素朴かつ真実で、労働で鍛えられた人民の姿をリアルに表しています。また無為徒食の封建支配層と地主の腐り切った生活を赤裸々に暴いたのが特徴です。人民の中に入ってその生活をいろいろな面からリアルに表した絵に、見る人は親近感を覚えます。キム・ホンドの作品には、働く人たちに同情してその多様な生活をリアルに描いた風俗画が多く見られます。相撲、鍛冶屋、家作り、書道などがその代表作です。小幅のものですが、登場人物の身分と職業、年齢と性格、心理までがありありと伝わってきます。キム・ホンドは迫力あり美しい筆致で、山水画の傑作も残しました。渡し船に代表されるこれらの山水画は、愛国心と愛嬌心をそそるものです。キム・ホンドは風俗画、山水画だけでなく、肖像画、版画、宗教画に至るまで、絵画のすべてのジャンルにわたって多くの傑作を残しました。キム・ホンドは朝鮮の絵画史に中世きっての画伯として名をとどめ、その遺作は民族絵画の尊い財宝となっています。画家キム・ホンドについてお話ししました。